ファンカーとは、車体後部に送風機を装備する自動車、特にレーシングカーのこと。ファンによって、車体下面から空気を強制的に排気することで気圧を下げ、車体上面との気圧差によってダウンホースを発生させ、コーナリング速度の向上を図る。サカーカーなどとも、1960年代末、レーシングカーの空力設計において、車体を路面方向へ押し付ける。 ダウンホースの重要性が認識され、ウィングをはじめとする様々なダウンホース発生装置が考案された。ファンカーは、車体後部に大型のファンを装備、駆動し、車体仮面と路面に挟まれた空間から空気を吸い出す、ことで、車体仮面の気圧を直接減少させ、上面の気圧との差により、ダウンホースを発生させる。 船体下部に空気を送り込んで浮上するホバークラフトのちょうど逆の格好である。ダウンホースによりタイヤの設置力を高め、コーナーの旋回速度を高めて走行することができる。ベルヌーイの定理と説明される気流の流速を利用するグラウンドエフェクトカー構造と比較した場合、ボディの底面全体を使うことが可能であり、速度に比例しないダウンホースを発生させることができるため、 低速コーナーなどに非常に優れている。さらに直線での空気抵抗としての前後のウィングを計算することも可能であり、セッティングによっては圧倒的な性能を出すことが可能である。しかし、国際自動車連盟統括下のレースカテゴリーでは一部の例外を除いてレーシングカーの空力特性に影響を与える部品は、 稼働してはならないと規定されており、ファンの使用はこれに定触するものとされた。1970年代に実際にレースに出場した2例は使用禁止処分となり、以後レースで使用されたケースはない。レース以外では少量生産の高性能スポーツカーに採用例がある。シャパラルに J ブラバム BT46 バイトの後部。 排気用のファンが見えるファンで地面にくっつかせて急旋回させるだけでなくそのまま壁や天井まで自在に走り回らせることのできるラジコンというのもある。これらは電磁石を利用しているタイプも見られる。排気量無制限に座席のレーシングカテゴリー。フェラーリドットコム 599XX ゴードンマレーが手掛けたスーパーカー T50 がデビューウェブ CG ハット 川森正春デザインワークス MDN コーポレーション2006年 P69 佐伯健二、シッチ PS3GT5 に登場するレッドブル X1 の全貌を公開 ゲームウォッチ HTTP、http コロンスラッシュスラッシュゲームドット w a ッ c インプレスドット c o j p スラッシュ docs スラッシュニューススラッシュ2010102940万 3498HTML2011 年2月13日、閲覧。ありがとうございます。